はい、お待たせしました。バス動きます。お気をつけください。はい、この先、渡り出るまでしばらくの間、大きいカーブ続きます。十分お気をつけください。すごい人ですね。臨海線がやっぱりあれですか、こう改札の入場規制になってるんですかね。なってます、ね、でも今4時40分ぐらいですね。昨日よりはちょっとマシです。昨日私このぐらいの時間、この乗り場のバス停の方で皆さんの、誘導列整理やってたんですけど、昨日はですね、うちの今ご乗車いただいたバス停ありますよね。あのバス停の目の前の角、このバスが出発して最初に右カーブしたあの角、あそこまでもう人が詰まってましたね。なんかね、聞いた話だと去年じゃないや、今年の夏も同じぐらいまでなった時があったらしいです。はい、なのであれなんですよね、まあ、あんまり他社さんのことをあらこうで言うのもねなんですけど、去年とかと比べると今年の夏冬だいぶ、その入場をコミケそのもののですね、参加人数の規制がかなり緩くなってきたじゃないですか。結局今回もリストバンドが売り切れない限りはみたいな形だったと思うんですけど、なので多分総参加者数も、ね、5桁から6桁になり、前回も13万、昨日の分の発表で14万とか出てましたっけ、かと思うんですけど、そう、去年と比べてもね、だいぶ桁が変わってきてますので、大幅に参加人数は増えたんですけど、そもそもコロナ前の1日20万人コースとかだった頃のコミケっていうのは、あの頃臨海線さんは確か臨時の増便ダイヤを敷いてたんですよね。臨時電車がかなり増やされている特別ダイヤで走って出らしたと思うんですけど、それが結局まあコロナになってああなってで、なかった年もあり、復活しでも人数は少ないっていうね年もありで、だんだん参加者人数は元に戻ってきてるにもかかわらず、今年の夏も冬も臨時ダイヤはまあお正月の臨時ダイヤじゃなくてですよ、臨時増便ダイヤ、臨時電車を増やすダイヤはないんですよね。で、なので夏がやっぱそれで要は多分パンクしたんだと思うんですけど、で今回もその増発ダイヤの発表がなかったので多分同じようになるのかなと思って予測をしていたら、昨日案の定という形でね、やっぱりなぁと心の中で思ってたんですけど、ただ当社東京 BRT もですね、あまりそっち方面に長けてる人は実はそんなに多くなくて、中の上層部の方はあまりですね、夏の時なんか全然学習ができてなかったと思うんですけど、夏もご利用いただいたお客様ね、多分いらっしゃるかと思うんですけど、夏の時はね本当に大変だったらしいんですよ。らしいんですよっていうのは何でかっていうと、夏の時は私まだここの会社にいなかったんでね噂で聞くだけなんですけど、夏の時は増便をしたのはいいんだけれど、こういう直通特急とかこういうことをやらないで、
普通の各バス停に止まるバスをただただ増発して、でしかも時刻表に載ってる定期の便まで国鉄の先ほどのバス停で皆さんをパンパンに乗せてしまったと。で結果としてどうなるかっていうと、この途中のバス停で意外とね、これこんなとこ誰が乗るのって思うかもしれない、いるんですよ。はい、乗る方がね、まあ、豊洲市場前はそれでもあれですけど、どっちかっていうとここら辺で勤めてる方が中心なんで、向き的に方向的には逆なんですけど、さっき通過してきた有明テニスの森のバス停とか、あとこの先のね勝どきのバス停とかは、タワーマンションの住民の方が新橋への足っていう形で乗るパターンが多いので、いわゆる地元住民の方っていうのがいるんですね。なので普段20分に1本のバスがですよ、もう6分7分に1本ずつ異様な頻度でバスそのものは来るんだけど、来るバス来るバス、みんな止まったかと思ったら、この外のスピーカーで、恐れ入ります満員ですので次のバスご利用くださいと言ってしまうんですね。で次のバスも同じことになるんですね。その次のバスもっていう、もうそうなるとバス多いのはいいけどいつ乗れんだよっていうお叱りをですね、大変多数頂戴してしまったようで、はい、まあその結果この、直通特急ができたと、いうことのようですけれど、はい、直通特急といってもね、尼崎方面には参りませんとかいう、案内をする運転士が当社にいるという話を聞きましたけれども、というか昨日の分の昨日も走ってますからね、昨日の、終わった後ぐらいの時間に、東京 BRT とかでエオサをしたら出てきてましたけどね、皆さん喜んでくださってたようですけど、その案内をした運転手は私ではありませんので、私は昨日はね、先ほども言いましたけど、バス停の方でね、列の整理誘導とかをしてまして、ただね、実を言うと本当は私昨日ね休みだったんですよ。休みで一般参加をしてたんですよ。で2時ぐらいかな、会場出てきてですね、でこう同僚や上司たちがですね、あそこのバス停で一生懸命頑張ってるのを知らんぷりして帰るわけにいかないなと思って、とりあえず夜だけ寄って「あお疲れ様です」って声をかけたんですね。で、声をかけたんですけど、でそこでしばらく立ち話をしてて、ふと気がつくと列の長さが大変なことになってまして、でなんか30分ぐらい経ったらいつの間にかそこで列整理をしている自分がいたんですね。なんでそういうことになってたのかよく分かってないんですけど、何だったんでしょう。はい、まあそんなこんなでね、豊洲市場界隈も過ぎてまいりまして、月島警察署前っていう今信号に着きました。今右折の矢印が終わったので、結構待つと思います。これねワンサイクルが長いんですこの信号、うん、はい、で一応ここの信号はですね、PTPS という公共交通優先システムがついてると聞いてます。でこのバスにも装置が車載機がついてまして、要するにこう一応公共交通の乗り物を優先してくれるということで、このバスについてるその車載機が発信する電波を信号側の受信機が受け取ると、まあうまいことしてくれると。要するにこう差し掛かって青の時はちょっと伸ばしてくれるとか、差し掛かって赤の時はちょっと短くしてくれるとかいう細工を信号側がしてくれる装置だと聞いてます。ただ今止まりましたよね、多分結構かかると思うんですよ。なので体感的に我々もう毎日何十回って通る信号なんですけど、僕もあんまり本当に聞いてんのかっていう気はしてます。で実際効果が目に見えるものではないので、これだけ短くなりましたとか、その青がこれだけ、あでも変わりましたね、早いかもしれないです、もしかしたら普段もうちょっと待った記憶があります。ただね、まあ繰り返しになりますけど、これだけ短くしてあげましたよ的な表示とかは何も出ないので、本当に効いてるのかどうかはいまいち謎です。はい、で
今ね、前の方の方しか見えないと思うんですけど、横から出てきたバスが左の坂道を下っていきました。これね、これ坂道降りてった先に交差点がありまして、で勝どき立教っていう交差点なんですけど、これはその交差点過ぎた先にバス停があるんでね、それが勝どき BRT っていうバス停なんです。あの信号も長いんですよだけどこのバスはあの信号を行かなくていいんですよ、直通特急のおかげですよ皆さんの勝ちですはい、で、多分もうそろそろ自動放送が流れると思うんでちょっと黙っときます。終わるとね、新橋が近くなってきたよっていうことなんですけど、忘れ物本当に気をつけてくださいね、特にですね、紙袋です。なぜかというと、準備会さんの公式の紙袋とか、あとですね、さっき、ご乗車の時にちらちら見てたらいらっしゃいましたけど、企業ブースで無料配布で配ってる横長の大きめの紙袋、具体的に言うとヨースターさんとかラグライブさんとかね、ああいうの気をつけてくださいね。大きいから忘れねえよっていう方いるかもしれないですけどね、いらっしゃるんですよ、大きくても忘れる方で。なんで気をつけてくださいねっていうかっていうと、持ってる方が多いんです。っていうことはどういうことかっていうと、同じ紙袋が複数忘れ物として当社に上がる可能性があるってことなんですねというと、察しのいい方もお気づきかもしれないですけど、バスに忘れちゃったかもしれないって言って、多分ね、ネットで東京 BRT とか調べると電話も出てきます。お電話で問い合わせいただいて、ヨースターの紙袋をバスに忘れたかもしれないんですけどってなると、うちの事務所に2つとか3つとかあったら、確認が取れないんですね。中には何が入っていますかっていう話になりますで、多分サークルスペースの方で買った本とかね、大きいんで使い勝手いいんでバサバサって入れてる方多いんじゃないかと思うんですよ。本が10冊か12、3冊ぐらい入ってるんですけど、分かる範囲でいいので本のタイトルを言っていただけますっていうことになって、多分恥ずかしくないタイトルの方はね、いいですよって言ってね、つらつらっとこう、あれとぐらいのこと言うかと思うんですけど、多分そういう方の方が少数派ですよねできればそのシチュエーションは避けたいという方の方が多数派だと思います。はい、なので、結構な周知プレイになりますからね、はい、で多分この話を覚えてていただければ、次回の参加の時とかもね、ふと、そういや前の時の運転手がこんなこと言ってたっけな、やべやべとかってなると多分大丈夫かなと思います。で、こちらを左に曲がると新橋に着くと、そんな格好ですね。はい、で、バス曲がってすぐ止まりますけど、降りたらですね、右方向、バスの進行方向側ですね、まっすぐ歩いていっていただくと、新橋駅の方行きます。大きい横断歩道と小さい横断歩道を渡った先に駅が、見えていきます。はい、それではこちら停車します。じゃあ、本日も東京 BRT ご利用いただきましてありがとうございました。私をお迎えください。また8月にお会いできればなと思っております。ご乗車ありがとうございました。